の共産党の小選挙区中候補の池内さんです。で、お話し前にお店の出口の前はちょっと開けていただくように、お願いしたいと思います。それでは池内沙織から皆様にお伝えを申し上げます。ただいまご紹介いただきました東京12区の市民と野党統一候補、私池内沙織です。ありがとうございます。今日は立憲民主党の臼井愛子区議会議員、そしてなんと一般社団法人コラボ代表の二藤夢乃さんに熱い熱い応援のメッセージをいただきました。この十条銀座の中ほどでの街頭宣伝は、これまでも私はこの場所で何度となく訴えをさせていただいています。地元の皆さんには本当に感謝を申し上げます。今日こうして臼井さんや二藤さんの応援を得て、私は今までこの場所で話してこなかったような中身を今日はお話をさせていただけたらと思っているんです。私は国会で子どもたちが性の犠牲になっていること、子どもが助けてと言えないこの現状を何とか変えたいと実はずっと思い続けてきています。その出会いのきっかけは錦糸町という駅で、私がその日核兵器廃絶のための署名活動をしているその一日でしたが、夏の暑い日に目の前に今にも倒れそうな子ども、女の子の姿が目に入りました。この子は、これは声をかけないとものすごくまずいんじゃないかというふうに私が思って、どうしたの、何かあった、このように話しかけることをまず選択しました。すると、いきなり話しかけられたらやっぱり警戒しますよね、この人は何者かと。ちょうど手に持っていた核兵器廃絶のための署名で、ちょっと話をつなごうと思って、よかったらあそこにブースがあるからお茶でも飲みに行きませんかというふうに声をかけると、その申し出に応じてくれたので、16歳の女の子は私に時間を少しくれました。よく話を聞いてみると、家を出て家出をして3日が経ってて、家では虐待があって、家に帰るととってもつらい思いをするから、友達と同じような境遇の友達ともうこの家から出ようということを申し合わせて、3日前に千葉から逃げてきたという女の子だったんです。で、その女の子がじゃあこれまでの2日間一体どんな暮らしをしてたのかと聞くと、泊まる場所もなくお金もなくなってしまって、錦糸町の夜声をかけてきた男性の家に泊まったと。で、その男性の家では望まない性暴力被害を受けたんだと2人して、私はその話聞いた時にもうこの社会は歪み切ってると思いました。ご飯食べてもないというので、錦糸町の駅前にあったファミリーレストランしかなかったんですけど、そこに入って食べたいものを食べてもらって、そうこうしてるうちに一緒に逃げてきたという女の子が帰ってきたんです。その子は今何をしてきたか、生活していくためのお金がもうないからと稼ぎに行ったという、その女の子17歳、まさに自分の性を引き換えに微々たるお金をつかまされて帰ってきてました。こんな社会で日本はいいのか、子どもたちの弱みにつけ込んで、その子どもの性をも儲けの対象にする業者や、その子どものまさに弱みにつけ込んで性的に搾取する大人たち、こんな社会で日本はいいのかと私は強く感じざるを得ない出来事でした。そしてこの国は性についてはタブーが多すぎます。いろんな被害が蔓延しているのに、そして性を消費することに慣れきっているのに、その被害を告発すると告発した女性が叩かれる。皆さんもご存知かもしれません、私がツイッターでどれだけ叩かれているか。自分が受けた被害を告発すると、あなたは
上げる必要がある。性的に消費するためのコンテンツではなく、女性が人格を持ち同じ尊厳を持つ人間であるということを認識する社会が必要です。だから私はアダルトビデオに出演された女たちの声を国会に届けてきたし、何でもかんでも性的に消費するという社会の在り方に一石を投じてきたつもりです。まだまだ痛みの量に対して私の声は小さすぎるから、もっと仲間を増やしてあの国会を変えたい。国会に一歩足を踏み入れた時、どれほど孤独を感じたでしょう。見渡すと自民党公明党の真っ黒黒塗り、真っ黒の流れしかない。多様性なんて皆無です。同性婚を否定して LGBTQ のことを今も異常だと言い放つ、そんな国会議員たちがうようよいる。選択的夫婦別姓にさえ背を向けて、まだまだ議論が必要だと、あと何百年議論すれば気が済むんでしょうか。選択的にそれを選びたい人が選べるようにと言っているだけなのに、ジェンダー平等は自民党公明党に議席を与えていたら、もう日本は苔が蒸します。苔が生える、苔が生えた国になる。それをみんなの力で変える大きなチャンス、総選挙で、今度の総選挙で、東京12区は私池内沙織にレインボー、まさに虹色の政治、みんなの声が届くカラフルな政治をみんなで切り開いていきましょう。誰もが対等な人生を、誰かに認められるようなものじゃない、対等な尊厳を生きているから、その尊厳を保障し合える社会に日本を変えましょう。外国籍の皆さんも、外国にルーツのある方も、LGBTQ 当事者も、男性の自認シスジェンダーの皆さんも、女性も、みんなでこの社会を分かち合う、そういう私たちの社会、作っていきたいと、改めて強く感じています。自分が自分らしく生きる、その力を私は全ての人が持っている、その力を信じて応援する政治を作っていきたいと決意しています。自分の人生を生きることを奪う最たる暴力が性暴力、そしてタブーにされて告発の力を奪います。こんな日本社会の現状を変えるために、私は必ず国会に戻りたい。東京12区からこの大決戦をどうか十条の皆さん、十条銀座商店街の皆さん、皆さんのお力で大決戦を立ち上がらせていただきますようにと重ねて心からお願い申し上げまして、この場所で立憲民主党臼井愛子区議会議員、一般社団法人コラボ代表二藤夢乃さんの応援を受け、私も池内沙織元気100倍で残りの1週間を走り抜けます。どうか押し上げてください。ありがとうございました。ただいまの機会は日本共産党の東京都総選挙区12区候補の池内沙織でした。本日の演説会、立憲民主党の臼井愛子議員、そして一般社団法人コラボ代表の二藤夢さん、本当に駆けつけていただきまして、励ましのお言葉をいただきまして、ありがとうございました。野心と野党の共闘の代表といたしまして、日本共産党の池内沙織、最後まで小選挙区から戦い抜き、なんとしても議席を確保する決意です。どうか皆様のご支援、ご支持、周りを広げていただきますよう、改めてお願いいたしまして、私どものこの場所での訴えとさせていただきます。長い時間のご清聴ありがとうございました。